続きましてはサイバーデブリをどう片づけるか感染脆弱 IoT 機器の発見観測分析通知活動の今と題しまして吉岡克成さんにご紹介いただきます吉岡さんは情報通信研究機構にてインシデント対策センター NICTA の研究開発に従事されていらっしゃいます本講演では脆弱性 IoT 機器の発見 通知活動につきついてご自身の研究成果をお話しいただきますそれではよろしくお願いいたしますはい、えー、ご紹介いただきました横浜国立大学の吉岡と申します、えー、今ご紹介いただいたタイトルですねサイバーデブリをどう片付けるか、えー、感染脆弱 IoT 機器の発見観測分析通知活動の今ということでお話をさせていただきたいと思います えっと、皆様よく、あの、ご案内かと思いますけれども、あの、ま、IoT 機器。 ルーターですとかカメラっていうのが非常にあの、ま、侵入を受けてマルウェア感染をしていると。で、ま、それを乗っ取られた機器を使って、ま、サービス妨害攻撃ですね、DDoS 攻撃っていうのがあの、たくさん発生しているという状況であります。またですね、ネットワークに接続されたカメラがあの、セキュリティの設定が十分でなくて、映像が見えてしまったりっていうような事例も多発しています。あの、今日後ほどご説明しますけれども、えー、 その施設ですねさまざまな施設があのリモート監視今されてますけれどもそういったものもですねえセキュリティが十分でない場合があるということです、ちょっと言い方あ、のあの激しい言い方というかしますとインターネット・オブ・シングス自体がですねまあかなりあのごちゃごちゃなことになっているとフル・オブ・メスだというふうに言えるかなと思います。 で、まあ、あの、私たちですね、2015年くらいから、あの、この状況っていうのを、まあ、いろいろな方法で観測する、あの、システムっていうのを大学で、あの、ずっと作ってまいりまして、えー、その活動をしてまいりました。今日はそのお話をさせていただきたいと思っています。でまあ、大きく分けて、パッシブモニタリングっていうのとアクティブモニタリングっていう、まあ、二つの方法をとっております。でまず一つ目なんですけれども、えっ、ー、と、 まず、あの、先ほどもあったように、マルウェア感染してしまっている機器を、えま、観測して、ま、あの、駆除をすると、マルウェア駆除をするという活動のお話になります。で、ま、これはパッシブモニタリングをまず使っていまして、ま、つまりですね、あの、インターネットの中ですでに、あの、大量に感染している機器がありますと。そうすると、ま、今、COVID 問題になってますけれども、ま、その裁判の世界もちょっと似ていた、似ているところがあって、 この感染を広げようと思ってまあ、あちこちに攻撃をして暴れ出すわけであります。まあそういう場合にはあのパッシブにですねこれ観測するだけでもまあさまざまなものがあの観測できるということになるわけです。まああの皆さんよくご存知かと思いますけれどもまあハニーポット ですねおとりのシステムを立ててそこに対してこう飛んでくる攻撃っていうのを観測するとでまあうまくいくとあのマルウェアを捕まえてその解析を行うということを2015年からずっと行っておりますもう今は IoT の,のハニーポットってあちこちにあるんですけども結構早い段階でこれを始めたかなというふうに思っております でまあ、あの実際ですね、われわれのハニーポットに対して、さまざまなあの攻撃っていうのが見えるんですけれども、えーまあ、あのこの場合は2016年のです、ね、この期間において、えー、これくらいの数のです、ね、60万台くらいののが観測されて、まあ、その種類っていうのも非常に多いというような状況でした。 まあ、あのよくご存知の方もいらっしゃるかと思いますけれども、えー、IP カメラですとか、えー、ルーターですとか、まあ、そういったものがあの非常に狙われるんですけれども、まあ、それだけではなくて、えー、とこう右の方に行きますと、えーまあ、コントロールシステムということで、えーと、ビルのバックネットのようなですね、照明とか、 え、空調を制御するようなシステムのコンポーネントがやられている場合とか、あとはソーラーエナジーの、えっと、太陽光パネルですね。そういったものが、え、の管理システム、制御システムがやられているというような事例もあったりということになっています。 で、えっと、まあ、これご存知の通り、あの、未来と呼ばれる IoT のマルウェアが2016年にですね、まあ、パンデミックのような状況になったわけであります。私たちの観測網だけで見ても、えっと、130万アドレスくらいからの攻撃っていうのが、まあ、月単位で観測されるというような、まあ、ひどい状況でありました。 当時は、ほとんど全ての国と地域からの攻撃っていうのが観測されていて、つまり攻撃が来るということはそこの危機が感染しているということなんですけれども、特にアジアと南アメリカの国々からの攻撃が当時非常に多かったというふうに記憶しております。 であのこれもあのご存知かと思いますけれども、そういった機器、何十万台の機器に乗っ取って何をするのというと、えー、大量にさまざまなサーバーとアクセスして、いわゆる DDoS 攻撃を行うということで、えー、と1データを超えるような攻撃というのも見られたということであります。 これはですね、当時、あの、我々の観測と、あと、えっと、アバネットワークスですね、あの DDoS 対策をしているアバネットワークスさんのデータを、等ですね、当時2016年に突合したものなんですけれども、 この点の1つずつがですねそのアーバーのほうで観測しているえとドス攻撃になります。で、このプロットが右に行けば行くほど非常に大きな攻撃だということで、100ギガを超えるような攻撃っていうのは、数はそんなに多くないですけれども、存在しているというような状況になっていて、この縦軸は何かというと、上に行けば行くほど、我々のあのハニーポットの観測結果との,あの相関が高いということ、つまり IoT 機器からの攻撃であれば、 あるほどあのプロットが上につくんですけども、まあ、見ていただくと大小攻撃さまざまなものが、まあ、かなりですね、IoT 機器からの攻撃だという状況にあの、もう2016年の時点でなっていたということであります。で、まあ、この未来というのは、あのご存知のとおり、テルネットと呼ばれる非常に、あの 古いですね、リモートアクセスのプロトコルを悪用していたんですけれども、もう2017年に入りますと、えっと、これがテレネットだけではなくて、非常に多様なサービスですとか、多様なデバイスを狙った攻撃というふうに多様化してまいりました。 えっと、今、私たちの、あの、収集した、あの、ハニーポットで収集した検体をサンドボックス解析すると、大体、ま、20種類くらいのさまざまなポートですとか、サービスを、あの、攻撃するという様子が見えています。ま、オリジナルの未来は、えっと、ま、テルネットだけ狙っていて、ポートにしても2、3でしたので、ま、それに比べると、ま、5倍から10倍くらいの、えっと、ざまなサービスが、今は攻撃、あの、IoT のマルウェアに攻撃されているというような状況に、 なっていいるかと思いますで、まあ、こういった観測だけをずっとしていても面白くないというかあの世の中を助けることにならないので、まあ、今日はそのどういうふうにそのメスをクリーンナップするかということでこの観測したことをどう役立てるかというところについてのお話になりますけれども一、えー、つ行いましたのは、えー、とオランダの ISP と協力しまして えーとこの,の KPN という ISP さんですけれども、こちらにあの我々の観測結果を提供して、それで、あの、 まあ、あの、ユーザーに対して注意喚起ですとか、駆除の活動をしていただくということです。まあ、これ、あの、KPN さんの中で、あの、未来等に感染した、あの、ユーザーさんがいるんですけれども、まあ、あの、感染するとですね、世界中にこう、攻撃をばらまきますので、その様子を私たちのシステムで、えー、観測しまして、え、観測結果を、えー、 共同研究をしているオランダの大学ですね、デルフト工科大学を経由して、KPN さんに情報提供するということをしました。で、えっと、KPN の方ではあの、その情報に基づいて、ユーザーを特定して、 外部に向けて行っている攻撃を止めるために、あのウォールドガーデンといいますけれども、えっとまあ、あの隔離のシステムですね、えっと、検疫システムの方に入れて、通信を遮断するということをしてもらいました。でまあ、こうしますとあの、マルウェアの攻撃だけでなくて、一般の通信もほとんど通らなくなるので、えっと、なんだということで、ブラウザー立ち上げて調べてみると、 えっと、メッセージが表示されるようにしていまして、えっと、まあ、あの、あなたは未来に感染しているので、えっと、あの、必要な手順を踏んで駆除をしてくださいということを、あの、ブラウザ上で知らせるというようなことを行いました。で、ま、こういうことを、 あの、しますと、あの、どの程度、その、駆除してくれるのかと、ユーザーが、あの、これに対して対応してくれるのかということを調べるために、ええ、ま、これ実験、あの、実証実験をしまして、あの、通知をするときに3パターン用意するということをしました。あの、ランダムと書いてあるとこの下なんですけれども、ウォールドガーデンというのが、あの、検疫のネットワークですね。えっと、外にほ、ほぼつなげない状況にして、直してくれたらつなげる状況にしますという、かなり強行手段。 になりますであとは、E メールで感染してますと伝える、まあ、日本でもよくやられるようなあの通知の仕方ですで。コントロールというのはあの何もしないという意味ですね。まあ、これであの状況を比較してあのどういう通知、あの注意喚起をしたときにどういう効果があるかなというのを、まあ、調べたわけであります。まあ、コントロールもあの最終的には通知をするんですけれども。えー この実験中は少し通知のタイミングを遅らしているという意味になります。 で、じゃあ実際にその通知をすると効果があるかということなんですけれども、えっと、効果はある,ある、あると。えっと、特にですね、やはりその検疫ネットワークに押し込んで、えっと、直してくれたらつなげますよと、まあいう、あの状況にすればある意味当然なんですけれども、えっと、皆対応してくれるということが分かってきています。この、あの図でいきますと、あの、青い、あの、線ですね。これが、あの、 ーールドガデンであの通知をした場合になりますであのインプルーブドとスタンダードっていうのがあって、インプルーブドはよりユーザーに分かりやすくですねあの技術的に説明をしたものです。そうするとかなり効果的面で通知をしてあの感染ユーザーがこう減っていくと。 いうことが分かりますで一方で、E メールで通知をするとどうなるかというと、まあ、見ていただくとこのコントロールとほとんど変わらない状況っていうのが分かります。まあ、コントロールって何もしないっていうことなので、えー、と何もしないのとあんまり残念ながら変わらないと、まあ、メールで伝えてもです、ね、あんまり対応してくれないっていうことも逆に分かってきたわけであります。 まあこういうこともありますので、最近は少し ISP さんがメールをするっていうのもなかなか難しくて、ユーザーさんもですねそのメールを読んで対応するっていうのが実はなかなかしない場合もありますので、ちょっと別の形の通知っていうのもすることを試みています。 で具体的にはですねこれ事前にその専用アプリをインストールしていただく必要があるんですけれどもインストールしていただくとその相手に対してダイレクトでアプリを通じて連絡をするというものです例えばですねそのお使いのルーターが感染している場合にそれを検知しましたらあの同じ IP アドレスで利用しているユーザーのアプリ経由であなた、感染してますよっていうことをお伝えするということをしています。 またですね、感染する前の段階でも、えっと、ま、テルネットが動いているですとか、ま、脆弱な状況を外部から、あの、識別できたときには、まあ、あなたちょっと空いてて危ないから、対応した方がいいですよっていうことを先にお知らせするというようなことを、あの、活動として行っています。で、これ大事なのは、こう、アプリをできるだけ多くの人がインストールしてくれないとですね、あの、話は進まないんですけれども、えっと、このワープドライブプロジェクトというのでそれをやっていまして、 この、えっ、ー、と、広角機動体というあのアニメーションありますけれども、そのキャラクター、まあコラボしてまして、えっ、ー、と、インストールしていただくと、この立ちコマのアプリが動き出しまして、そこでこういろいろ危ないよっていうことを教えてくれるというものになっています。で、これどなたでも参加いただけるものですので、あの、ぜひ、ぜひですね、ご興味あれば、あの、参加いただければと思いますが、ちょっと残念ながら英語化されていません。ちょっと日本語頑張って読んでいただいて、あの、ゴーストインダシュル好きな方はですね、あの、使っていただく と面白いかもしれませんがすいませんちょっと外国語対応は残念ながら今のところはできていないというものになります。 はい。ということで、えっ、ー、と、こういった形で攻撃の観測をするだけでなくて、それをいかに、あの、ユーザーに伝えて、えー、の、駆除、あの、マルウェアを駆除していくかっていうことを、あの、高校のところ活動しております。で、まあ、こういった形で観測した結果っていうのは、結構、あの、多くの論文で参照していただいて、350くらいの、あの、学術論文で、あの、我々の論文を参照していただいています。あと、まあ、マルウェアのデータセット欲しいとおっしゃる方結構いるんですけれども、あの、100以上の 組織に提供しているとあのご興味ありましたらこの URL にアクセスをいただければあのご提供できます。はい、で次ですけれども、えー、これは、えー、先ほどの話はもう感染してしまった危機器に対してどういう対応をするかという話なんですがあのこちらはですね、えー その前の段階ですね、セキュアでない、あの、インセキュアな状態のデバイスを見つけるという話です。で、この場合はですね、先ほどと違ってパッシブにあの観測していても何も見えません。まだあの暴れ出していないので、ですので、こちらからアクセスしてですね、あの、どういう、あの、状況かっていうのを確認した上で連絡をする必要があるということになります。 で、まあ、あの、こういうシステムは他にもあるんですけども、我々は特にこの WebUI ですね、つまり IoT の管理画面に着目して、あの、分析を行っております。というのは、ま、IoT 機器の場合はですね、管理画面がみんな似てますので、あの、収集した管理画面の情報を、いわゆるクラスタリングを使いますと、 え、IoT の機器っていうのは大きなクラスターを構成すると。ま、世の中にたくさん存在しますので、あの大きなクラスターを構成するであろうと。ま、そういうあの考え方に基づいて検知を行っております。ま、実際日本の AS の中でこれやってみますと非常に顕著でして、 えー、まあ、ちょっといくつかですね、あのノイズを取らないといけなくて、まあ、結局 Web の画面ですので、通常の企業さんの Web サイトですとか、そういったものもどんどん入ってきます。で、またはですね、そういう、あの、サーバープログラムの、えっと、エラーメッセージ、エラーページですとか、またはあの、テストページっていったものも入ってくるので、まあ、こういったものも結構数が多くて、大きなクラスターを構成するので、あの、除去してあげる必要があります。 ま、実際やるとどういう感じになるかといいますと、ある AS について得られる WebUI を全部クラスタリングしますと、ま、こんな感じになってくると。今、あの、マニュアルでどれが IoT 機器かっていうことを、あの、 確かめているので、ちょっと色つけてありますけども、赤がですね、正解です。赤が本当の IoT 機器です。で、こう見ていただくと、なんとなく、えっと、IoT 機器は、えっと、大きなバブルになってるかなと、大きなクラスターになってるかなという雰囲気があるかもしれませんが、ちょっと他にもたくさん、あの、大きいものがあると。ただ、これらはですね、先ほど申し上げたとおり、あの、えっと、アンオーソライズドのエラーメッセージです。あとは、えっと、ですね、あの、ブランクページですとか、 あとは、サーバーのデフォルトページだったりしますので、こういうものをすべて除去して、さらにシングルトンですね、クラスターといっても1個の要素からなるもの、つまり1個の要素からなってるのはほとんどあの企業さんのページですとか、そういうものなんですけれども、それも除去しますと、結構いい感じで IoT がこうの機器が見つかってくるということになります。 でさらにです、ね、サンプリングしてどういう機器かなっていうのを調べて色付けするとこんなようになりまして。 えっと、結論から言うと、えま、あの、管理画面が見えてしまってる機器っていうのが、あの、カメラが大体非常に多くてまあ、ま、40%くらい見えるんですけども、他にも、ま、様々な機器が見えてくるということが、あの、分かってきました。やっぱりここでカメラが多いよねっていうことで、で、このカメラの中には、あの、ちゃんと認証画面が出てくるものと、ま、映像が見えちゃってるものというものが、あの、かなりありました。 ということで、えっと、じゃあ、このカメラの映像見えてしまってるよっていう問題についても少し調べました。これが3番目のお話です。で、あの、簡単に言うと、そのハニーカメラですね。ハニーポットのカメラをあの作ったということであります。で、まあ、設置しまして、あの、覗き見があるかなっていうことを調べたわけです。で、まあ、ただ、あの、アクセス見てるだけでも面白くないので、ちょっとわざとらしいんですけれども、このクレデンシャルですね。ID とパスワードがわざと映像に映り込むようにして、 おりますで、まあ、それを使ってさらにアクセスしてくるかなということを調べたり、またはちょっと、あの、人が住んでるようなリビングルームっぽい、あの、雰囲気にしまして、まあ、どういうアクセスがあるかなというのを見ました。まあ、これ実際はですね、研究室の、あの、あの、一角なんですけれども、まあ、ちょっと人が住んでる雰囲気にしてあります。 で、こう見てみますとですね、あの設置しまして、まあ、いきなり実は2、3日でですね、あのアクセスが1500件以上あるということがありました。で、これは何ぞやということなんですが、あの、ご存知の方も多いかもしれませんが、 インセカムですね。インセカムというあのカメラの映像が映ってしまっているあの、外から見えるようになっている、まあ、そういうカメラをあの探索してですねあの、自分たちのホームページにリスティングしているサイトがありますけども、まあ、ここに見つかったということです。でここに見つかると一気にアクセスがあの倍増しまして、倍増というか2万倍くらいになりまして、えー、と非常に多くの覗き見が起きるということがわかりました、まあ。よくよく考えるとカメラ自身を自分で探す技術がある人っていうのは限られてるんですけども、 ウェブサイトを見ることであれば誰でもできるので、多くの覗き見はこういう経由で起きてるんだなということが分かりました。あとですね、その先ほどのクレデンシャルですね、ID パスワードが見えてるとアクセスしてくるかなということなんですが、結論から言うとアクセスしてきますということで、映り込んだ情報っていうのは悪用されるあのっていうのが非常によく分かりました。あとはリビングルームですね、こういうあの 味気ないサーバールームとかそういうものではなくて、ちょっと人が住んでるような雰囲気ですね。こういったところで、えっ、ー、と、えっ、ーはいえー、と、こういったところでアクセスが、えー、あるかどうかっていうのを見ましたところ、えっ、ー、と、かなりですね、アクセスのパターンが違くて、えっ、ー、と、まああの、かなりですね、集中的に、えー、あの、同じ人がですね、しつこくこう見に来るということもありました。またはですね、あの、 カメラの、えー、っとアングルを変えたりですとか、ズームインとかズームアウトするような動きっていうのも見られて、あのこれ、まああの、私たちが操作しているので、外部から操られて、いろいろとですねあの、あちこち、部屋のあちこちを覗き見するみたいなことが見れたということであります。えー、っとちょっと細かいので飛ばしますが、まあ、カメラがどうしてこんなにすぐ見つかるかというと、まあ、いろんなメーカーさんのカメラの、まあ、どこを見れば、あの 映像が見えるかっていうのはあらかじめわかっていて、えっと、かなりそこにピンポイントで機械的にアクセスしてくるので、あの、非常に簡単に見つかってしまうというようなことがあるようです。ちょっとここは飛ばしたいと思います。 最後のところですけれども、えーとですね、ここが、えー、先ほどカメラが、えー、たくさん見つかったということを申し上げましたけれども、よく見ていただくとカメラ以外にもです、ね、ちょっといろいろ気になるものも見つかっていると、例えばリモートモニタリングとか ICS って書いてありますけど、これはなんだということなんですけれども、どういうものが見つかったかといいますと、例えばです、ね、あのこれは、えー、と水処理というか水道の設定で,ですね。えーと これもあの実際に、えーまあ、こういうあのシステムがあるとそこに対して、まあ、不正なアクセス、怪しいアクセスっていうのはあ,のあるかどうかっていうのもちょっと調べたくてですねやはりこれもハニーポットなんですけれどもそういう重要施設のですねハニーポットというのも作りました。これはあの我々本物を見つけていますので、まあ、本物にそっくりに作ってあってあのネットワーク越しにはですね、まあ、本物にしか見えないと思います。でこういういものを あの設置しましまてですねえどういうアクセスがあるかということを調べましたでこう一見ですねいろんなクリティカルな操作ですねあの制御パラメーターを変えたりですとかそういったこともできるようにしてありますま、本当はあの押しても何も起きないんですけれども本物と同じように作ってあるということであります。 で、あの、こういうものを設置しておいておくと、実際にアクセスがあるのかというのを見ますと、あの、ま、結論から言うと非常にあるということです。まあ、数は1日数件とかなんですけれども、あの、アクセスがありまして、で、その中にも、ま、慎重にアクセスしてきて、情報を、あの、じっくり見ていく、または、ま、パシスタントアクセスって書いてありますけれども、かなり念入りにですね、時間をかけて見に来る。 ですとかあと逆にですね、えー、と非常にアグレッシブに、まあ、こんなこと本当の,あの施設でやったらちょっと危ないよっていうようなオペレーションを実際にあのいたずら半分か分からないんですがやってくるというようなあの攻,撃あの攻撃者っていうのも見えております。 でそういったアクセスは、当和の,のですね、えーまあ、あの匿名通信路を介してやるという場合もあって、まあ、あの革新犯的にですねこういったことをあのやっているのかなというふうに思っているところであります。ちょっと時間もあのないかと思いますので、ちょっと細かいところの説明は省きたいと思います。はいということで、えー もうそろそろお時間かと思います。すいません。えっとですね。本当はもう少しえっと細かいですね。侵入のあのパターンっていうのもえっと調べたものがあるんですが、えっとちょっとここは割愛したいと思います。で、最後にちょっと一言申し上げたいところとしては、えっとこういったですね。えー、まあ、危ない。あの施設。 危ないとまれる施設っていうのがあの見つかってまいりまして、それに対して、えっと、この場合は総務省ですね総務省もあの探索、調査をしまして、えっと、通知をして対策をするということをあの行っておりまして、えっと、横浜国内もですねそれにあの、えー、加わって、ですね、えっと、ご協力させていただいてあのいるということです。でこれれ2017年に一度やったのですけれども、えー まあこれ全国でこういう施設が見つかりまして、現場にも行きながら、あの、そういった施設に対して、調査をして対策をしていただくということをいたしました。で、2017年の場合は、えっと、大体30件程度ですね、36件については、あの、実際にですね、ご連絡をして対策をしていただくということを、あの、行いました。 でえっと、今です、ね、2020年になりまして、この,あの調査を再びです、ね、総務省のほうでされていて、またわれわれもあの加わっているんですけれども、えー、とまたです、ね、あの多くの機器があの見つかっていて、あの今まさにその対応をしているという状況になっております。えー、これ、最後のスライドになりますけれども、えー ま,あまだそのインターネットにものをつなげるっていうときに、そのリスクがなかなか正確に把握されていなくて、場合によっては、セキュアでない状況で使われているということがまだまだ多くあるという状況かと思います。 まあそれはあのまあアクティブとパッシブな観測によってその状況を調査するということを行っておりまして、まあそれにあの基づいてですね今政府ですとかまあ我々研究者も含めてえっといろいろと通知をしてその対応をしていただくという活動をしているということになります。え時間ちょっとオーバーしてしまいました。以上となります。ありがとうございます。